ごめんかけます。後で言おうと思ったんですけど、私のその30年のブランクの間にいろいろ科学が進歩してましてね、昨日ギターマイクをつけたばっかりで、不慣れなもんで出てま、あ、聞こえてますか。少なかったんで、ライブをさせてもらってました。でそこで作っては歌って、まあ拍手いただいたり罵声を浴びたり違うか、そういうことでね、いろいろ勉強を鍛えさせてもらったなという感じがあります。さっき歌った歌もそうですし、後から歌う沖時計とかですね、ちょうど上の丘で作った、歌いながらいつもラパンアジルでライブしたことを今でも思い出します。でちょっと話が長くなるんですけど、昨日も出ましたね、私のファッションでですね、黒いスリムジーンズを履いてましたね、ピチッとした、まだ若かったもんで、でスニーカーを履いてて、甲斐先生に人足と呼ばれてましたね、人力車夫とかなんか
で、まあ、25歳ぐらいまで大分にいたんですけど、その後福岡に、まあ、戻りまして、で、まあ、昭和というライブハウスでも歌うようになるんですけど、その前は中洲という、ここはちょっと大分の繁華街で宮古町ですけども、福岡にもですね中洲という繁華街があって、そこ のパブハウスがあってね、まあちょっと若干こっちよりも大きいぐらいの場所で、4、50名入る、まあ、パブだったんですけど、そこ のシステムがちょっと変わってましたね。1時間のうちに20分私のオリジナルの時間、歌う時間があって、40分お客様はカラオケタイムだったんですね。でちょうど30年ぐらい前もですねカラオケブームというか流行ってまして、で金曜日ともなると団体さんがいっぱい入ってきましたね、カラオケ歌うんですよ。でバーッと盛り上がって、では鳥越隆さんですみたいな感じで、なんだあいつはみたいな、すごくアウェーな中で歌うのに慣れましたけどね、罵声を浴びながらですね、歌ってました。でもまあそこの店長がですね、気にせず歌っていいと言われたんで、歌ってましたけどもね。チューニングに苦しんでましたね。昔は音差で合わせてたみたいな話をしたんですけど、今チューナーってなって目で見る管理になったもんですが、非常に厳しくなっています。じゃあその頃作った歌で酒電車という歌を聴いてください。俺は仕事が終わり電車に駆け込むところ、いつもの11時4分、争いの嫌いな俺もここでは人が変わるよ、名物イストリンゲーム、周りに子供はいない、セーラー服もいない、ひしめく酔っ払い、閉まれば中は酒の匂いで溢れ、まるで安酒酒場、陽気な酔っ払いが集まる、寂しがり屋が集まる、騒いでる、笑いたけりゃ笑ってくれと言いたげに大口開けて眠る人もいる、女に振られて焼け酒飲んだやつもいるだろう、みんな知らんぷりだから、足を組んだ厚化粧の女が上目遣いで太もも見せている、陽気な酔っ払いが集まる、寂しがり屋が集まる、誰でも弱虫がいる、それを酒でなだめてる、自分の心だけは世の中のどさくさに見失わないようにね、寂しがり屋が
それでは、今日の助っ人をお呼びしたいと思います、友永君いますか。あ、はい、心配しました、いなかったのでどうしようかと思ってもう一人じゃ2曲しかやらないんだと思う。ちょっとね、鳥越さんびっくりさせようかなと思ってそういうやつだったサプライズでこっちから出てみました。ちょっと水飲むんでしゃべる、はい、じゃあ先にしゃべる。ですね、まず最初に、お詫びとお知らせがあるんですけども、昨日のライブの MC とか、それから家帰って、Facebook の書き込みとかでですね、鳥越さんと32年ぶりに一緒に演奏したというふうに書いてたんですけど、僕は18の時だったんですよ。で今51なんで計算すると33年前だったと1年間違えてたということですね。そういうことで、それがお詫びとお知らせですけども、まあ50年も生きてりゃ1年2年はもう誤差のうちなんですけどね。根が A 型で几帳面なもんですから、その1年がちょっと気になってですね、いつ言おうかいつ言おうかと。ありがとうございます。すいません、見事なつなぎの会話した。いや、昨日からですね、僕はリードギターで友達とお願いしたんですけど、こう喋りもいけるんですよね。昨日それ発見しまして、どんどん有効利用しようかなと。チューニングで迷ったら彼に喋ってもらおうみたいな。からちょっと2人でさせていただきます、ルテンという歌をお願いします。知らず知らず時は過ぎ、奥の細道歩むよう、夢一つ求める、Yeah.
チューニングの順番をついて昨日もちょっと喋って、まあ、同じ話になってまあいいんですかその話はね今から歌うと卒業までにという歌なんですけど徳永君がね YouTube にアップしてくれててすごく先ほどの33年前でまさしく彼が高校の時にNHK の FM ですね出させてもらって3曲歌ったんですけど、その時に歌った歌の1曲なんですけどね彼がちょうど中間テストかなんかでねしかもお父さんがすごく厳格な方でですね音楽活動をね結構伏せてた感じなんですけどだから名前を出してもらったら絶対困ると舞鶴高校だったんですそれも出してもらったら困るとで鳥越崇と舞鶴橋という名前で出た気がですねそれでですね昨日もですね本番までは、僕の名前出してくれるなということを言ってましてですねで今僕は鶴崎に住んでるんですよですから昨日はですね本当は鳥越崇と鶴崎橋というふうにですね案内をしてほしかったんですけどそれを言うのを忘れてたんですよねで失敗したなと思ってまあ50を過ぎるといろんなことを忘れっぽくなってですね昨日もライブが終わって家帰ってですね荷物を広げてあビデオカメラ忘れてきたって鳥越さんたちがもうホテルに帰ってシャワー浴びてる頃にもう一回ハニービートに戻ってですねカメラを撮りに行って恥ずかしい思いをしましたけどね、なんでこんなに忘れっぽいのかって感じなんですよねはい、ありがとうございます、はい、かなり腕を上げてますね本当に実際昨日別れたんですよ僕と森山君と宮本君がですね大阪から来てくれてるんですけど一緒にビジネスホテル泊まったんですけどで友永君とも駐車場で別れてもう彼も帰っていったなみたいな実は違ったんですね その後戻っていったことは本当は秘密だったんだけど今日ちょっと喋ってもらったありがとうございますで歌は卒業までにという歌でちょっと自分 のレパートリーの中では毛並みがちょっと違うんですけど、まあ、女子高生とか女子中学生みたいな気持ちいいねその頃結構そのお客さんでそういう方が多かったんで、それに合う歌みたいなことがあんまりなかったんですね、作った歌ですで自分も高校とか中学校時代を振り返ると好きな人と目が合うとずっと一日楽しかったなみたいな、そのことだけをちょっと歌にしたかった歌なんですね、卒業までにという歌を聴いてくださいShabbat shalom
目と目が合えば一日中が弾んでいた。卒業までにあなたに一言いただいてて、後から、60周年の記念番組に出していただけるんですけど、やっぱりあの頃ですね、自分の歌を作ってはその番組に送らせてもらって、千谷さんに、まあ、かけてもらって、すごくね、一番最初特に流れた時は感動したことありますね。自分の歌が電波に乗って大分県全体に流れてると思ったらですね、非常にワクワクして嬉しかったです。すごくそれが励みになってね、どんどんなんか歌を作りたいなって気持ちになってと思います。でそれがまあ32歳までねずっと歌やって、一旦旅が途切れるんですけどね、まあ今日はそんな頃作った歌がほとんどですけども、次の歌も、そんな中で作った歌です。33年前、鳥越さんとですね、一緒にやってた時はですね、鳥越さんの、住んでたアパートに行ってですね、二人でラジカセの前でギター弾いてこう録音してですね、でそのカセットテープですね、それを聴きながら家でこう練習してライブとか行ってたんですけど、まあ、33年経つとですね、技術も進歩してですね、今回のライブの練習はですね、鳥越さんが iPod で音源を取ってくれたやつをメールで送ってくれたですね。でそれをうちで聴きながらこう練習して、で自分で取ったやつをまた鳥越さんに送って聴いてもらうと、そうやってですね、ネット経由で合わせたと。でもですね、僕の家にはその33年前に鳥越さんのところで取ったカセットテープですね、まだちゃんとあるんですよ。今はなきです。今はあるか。ダイエーのですね、ブランドのカセットテープなんですけど、まあ、鳥越さんはですね、物持ちがいいというか、カセットテープ、録音のなんか消去防止の爪がありますよね。あれをペキッと折ったやつを、再利用するためにテープ貼ってます。テープを貼って、
た。それ貧乏くさいってことですからね。いやいや、ですね、物を大事にするんですよ。リユース、ね、今流行りの3R とか 5R とか言ってますけど、ね、その当時から上田さんですね、やってました。そういうことで、練習もね、本当昨日やっと顔合わせで面と向かって練習できたんですけどね、まあ、その間はお互いに、自主練習ということでね、録音を頼りに、でも本当チューニングさえあれば30年前のね音源でも練習できるんで、それがありがたいなと思いました。でしかもこの曲に至ってはですね、私コード譜をなくしてまして、友達に逆に聞いて、あ、ここで電気だったっけみたいな、いろいろ教えてもらってですね、僕がコードを当てたいのと全然違ってましてね、彼の方が正解だったんですけど、さすがにびっくりしましたけどね、最初に送られていた音源が以前とコードが違うんですよ。で、鳥越さん、コード変わったんですかって言ったら、いや、譜面がないって言われてですね、助かりましたそれから僕は昔のテープを聞いてですね、確かこうやったというコードを鳥越さんにメールで送ったんですね、それが採用になったのが今日演出、これから素晴らしい行動進行でしたね本当に俺がしたのかというぐらいじゃあ俺は男という歌を聴いてください。昨日も今日も
た思い出に昔は多分食えなくてスリムだったと思うんですけど今はね、あのアスリートでランナーでですね、あの体を鍛えていましてですね、昔の体型を維持して健康ですよね。で、33年経って一番変わったのが僕ですよね。いや、変わってないですよ。いやいや、だって33年前マイクとかなかったですからね。あ、そう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 、自分でもこの変化に、もう喋りが成長しちゃってもう心強いです、うん、なんて言いますか、注入してもらってもいいですよ。あ、いいです。はい、ありがとうございます。高かったですね。もう合わせる必要はなかったんです、ね。宝くじに当たったぐらい嬉しかったです。そういえば9月25日にですね、東京マラソンに応募してまして、結果が出るんですけど、当たれば、昔10キロ出たんですけど、たまたま当たりましたね、ちょうど3年前。で、今回はもう10キロがなくなってて、フルマラソンしかないんですけど、当たれば走らなくちゃいけないですね、光栄です。東京マラソンのいいところは、ずっと沿道に人がいらっしゃるんですね。で、熱狂的な応援で、なんか自分一人のために来てくれてるなぐらいの、全然勘違いですけど、10キロが夢のようでした。本当に日比谷公園がゴールだったんですけど、もうあと30キロ走りたいなと思ったぐらいの、走れませんけどね。で、今度当たったらもう覚悟して練習するしかないんですけど、今日大阪から来てくれてる宮本君は土日でフルマラソンを走って、彼も鍛えてるみたいなんですけど、大阪マラソン落ちたんでしたっけ。もう全部落ちた。全部。僕はなんとか初応募で当選したんで、ちょっとくじ運があるのかなと思って今回期待してるんですけど、はい、じゃあそれで思い出の曲で置き時計という歌なんですけど、今日OBS でもね、この曲を歌わせていただくんですけど、これは2人で黒津崎音楽祭というのに出ましてね、昨日もちょっとその話したんですけど、グランプリ取れなかったんですけど、最優秀歌唱賞といただいてね、ここはちょっと自慢が入っちゃうんですけどで、友永君、君のおかげだよ、ありがとうって言ったら、歌唱賞は僕関係ないですからって拗ねたことがあったんですけど非常に謙虚で、いや、友達君のギターが良かったから俺の歌が弾き立ったんだよってこう説得しながら帰った思い出があるんですけど、で、昨日聞いたら、彼はそんなにね、コンテストに賞を取ろうとかいう気持ちなかったみたいで、海水浴にね、時間があったから行ったらしいんですよ。で、いざリハーサルが始まろうと思ったら、もう手がかじかんでて弾けませんとかなんか僕に言ったらしいんですね。で、それが怒られたんですよね。でもそのことは鳥越さんはすっかり忘れているらしくてですね、僕は鳥越さんが歌唱賞を取った時に関係ねえしみたいな態度を取ったことはすっかり忘れてましたけどどうやら都合の悪いことはすっかり忘れているような感じですか。共に分かち合おうみたいな気持ちだったんですけどもう関係ないですからみたいな連れた高校生に戻ってましたけどまあそんな思い出で、だから手がかじかんでなければグランプリが取れたんじゃないかそういう話です。じゃあ、置き時計という歌を聴いてください。
ふらふら歩きで家に戻り、酒の力でドアを押す、よろめいて転がすメトロノームが、せわしく動き出す真夜中あたり、ステージもですね、最後の曲になったんですけど、昨日今日と森山君が意外と45分ずつやろうねみたいな話したら、30分ぐらいで終わっちゃって違うかで森山君がですね、鳥越さんあと2曲ですよってこう言ってくれるんですね。あ、じゃあだいたい5分として、まあ10分かなと思ったら、あの金子みすずの曲が短いんですね。あれよくわかりました。あれがくせ者で、くせ者って悪いですけど1分ぐらいで終わってるじゃない。だから2曲のあれがないんですよ、インターバルが。今日よく分かりました。今分かってもしょうがないですけど、もっと長い金子みすずの曲をやっていただきたいな。あの、僕は昔中原中也を歌ったように、やっぱいろいろいっぱいありますね。今度チャレンジしてください。
じゃ あ、 熱い心という歌をですね、最後に聴いてください。あの本当に、来ていただきましてありがとうございました。あの昨日も来ていただいた方もいらっしゃいました。このカンタロープのね、あの責任者、本当ありがとうございました。まあちょっと動員にはね、ちょっと責任感じますけども、次回もしやる機会があればね、もう少しね、動員の方も頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃ あの熱い心を最後に聴いてください。最後はあの、まあ、昨日と一緒なんですけど、さっき紹介したあの宮本君、彼は大学の時、大学の同期で、同じ経済学部だったですね。
で彼はもうそのまま卒業と同時に就職したんですけど、音楽活動やっぱりやってまして、ラジオもね、あのハイライト君って言って、名前が高明なんでハイライトでしたね、という名前でやってました。でいっぱいあのいい曲もね作っていて、あの毎週土曜日はねジャスコのアルベラの泉というところで噴水の前で歌ってまして、で彼が歌ってて僕もそこで紹介してもらって歌うようになったんですけど、その頃彼のオリジナルをたくさん聴いてて、で彼があの、まあ、就職した後もったいないんで、3、4曲ですかね、彼のオリジナルを歌わせてもらってました。でその中で1曲今日は最後にね、歌わせてもらおうと思うんですけど、ただあの当然原曲からですね、記憶も遠ざかってましてね、題名も変わってまして、だから細かいところは変わってるんですけど、そこは宮本君にお許しいただいて許可をもらって今日歌おうと思ってましたね、本人も忘れてるのかもしれない。ほとんどオリジナルです。まああの遠距離恋愛を歌った歌だと思うんですけどね、あの恋なんてという歌を最後に聴いてください。ありがとうございました。